今松本秘書の弁護士が見つかっていないようですっていうのは、要はね、これどこに落としてほしいかっていうのが弁護士も見えないわけですよ。要は5人の女性と不適切な性的なことをしたっていうことは、これはその松本人志にとっては都合が悪いんですよ。吉本興業にとっても。いずれにしてもですね、私言ってきたことほぼ当たってるでしょ。松本人志はもう芸能界引退する、事実上の引退です。僕が最初に言ったように別にいいじゃん、一夫多妻制万歳 OK、 全然主張すればいいじゃん、嫁公認で浮気してます言えばいいじゃん。まあ、これから本当に松本人志のその隠し子とかも出てくる可能性めっちゃあると思いますね。というのは彼はまあ、いわゆる俺の子供めやっていうことを言ってるわけですね。今回この文春の新しい、記事で出てきている2人の女性は松本とエッチなことをしたというふうに証言しています。つまり松本の子供を身ごもっている可能性もあるっていうことですよね。今松本秘書の弁護士が見つかっていないようですっていうのは、要はね、これどこに落としてほしいかっていうのが弁護士も見えないわけですよ。要は5人の女性と不適切な性的なことをしたっていうことは、これはその松本人志にとっては都合が悪いんですよ、吉本興業にとっても。でもてか松本人志は別に構わないと思ってるんだと思います。その合意の上で浮気をしたっていうレベルだったら問題ないと。でもそういうことが表に出て困るのは吉本興業なんですよね。で、弁護士に求められることっていうのは、吉本の言い分と松本人志の言い分とかも出てきてですね、そもそも松本人志と吉本興業の話し合いがちゃんとできてない、落としどころができてない。何よりも今回の昨日の、まあ、今日発売の文春の記事を見たら、もう弁護士からしたら5人もいるってこれ書けないんですよ。よくまあ証拠と言っているですねネット民がいますけども、僕以前の動画で言いましたよね、結婚詐欺だって1人とか2人の女性が男性に騙された、詐欺をされたと言っても、それは恋愛感情でその男性にねお金を出したみたいな、ことで1人2人ぐらいだと結構認められないっていうのがあるんですが、3人4人5人って僕あの時言いましたよね、5人も出てきたらそれは物的な証拠というか直接証拠がなくても十分裁判勝てますよ。5人もいたら、5人の証言がほぼ同じで5人、その5人の女性に利害関係がない、まあ、友達とかだとまああるんでしょう、まあ、利害関係若干あるんでしょうけど、私松本さんにこういうことされましたって5人が証言したら、それは頭の中の記憶、これ記憶と記録なんですね。記録というのは、いわゆる LINE のスクショとか録音とか録画とか、これ記録なんですよ。で、人間には記憶っていうのがあるわけですね。で、記憶というのは書き換えたりとか嘘をついたりとか時間の経過とともに間違って記憶したりするんで、あまりその記憶っていうのは裁判の証拠として非常に弱いんですよ。ところが5人も少なくともいるわけ、5人に聞かないです、もっといると思いますが、5人もの女性が言い出すと、人間が言い出すとですね、いくら記憶であっても5人の記憶が合致するっていうのはなかなかないわけですから、それは事実として認められる可能性が極めて高い。したがってこれ松本人志の弁護人は弁護人っていうか、正確に言うと弁護士代理人になります。刑事事件の場合は弁護士は弁護人になります。民事事件の場合は弁護士は代理人になります。で、今回松本がやろうとしているのは民事事件ですから、それは代理人を見つけようとしているわけですね。ところがですね、松本人志の弁護人だったら松本人志を弁護してあげる、擁護してあげるで済むんですが、松本人志の代理人をするとですね、これは代理人ですから松本人志そのものになっちゃうことになるんですね。そのものっていうのもあれですけど、いわゆる松本人志の代理で来てますっていうのと、松本人志を弁護するためにいますが全然違うんです。刑事裁判というのは必ず弁護人がいないとできないんですが、まあ略式起訴とかちょっと別ですけど、とにかく基本弁護人がいないといけないです。それは犯罪者、いわゆる被告人が、知識が乏しいから国選弁護人をつけてでも彼を守ってあげなきゃいけないっていうのが定められる、憲法で定められてるのかな、少なくとも法律で定められてるわけです。この人を犯罪者にするかしないかについては弁護人をつけなきゃいけないです。でも民事裁判は 90% ぐらいは本人がやるんですね。で、本人がやるのがしんどいとか専門的な力が必要だとあれば、であればお金を払って弁護士の人が代理人をするわけです。で、
松本人志のこれ代理人をするとですね、間違いなく言われるのが記者会見しろなんです。松本人志が記者会見しないのは100歩譲っても、松本人志の代理人する以上はね、裁判でどれを認めてどれを認めないのかとか記者会見を開けて言われるんですよ。でこれ記者会見開かなかったら、この弁護士はもうネット上にさらされまくるんですよね。今 YouTube の時代だから、松本人志ならそれなりの名前が通ってる弁護士を使いたいわけですよ。でも一方で名前が通ってる弁護士はこれはもうこの事件松本人志落ち目なんで、そんな事件受けたくないんですよ。で一方でじゃあお金がめちゃくちゃ欲しい、これ事件受けたら1億円くれるとかっていう、いわゆる駆け出しとか二流三流の弁護士はそれは受けたいんです、お金もらえるから。裁判ってどっちかが基本的には負けるわけですから、弁護士は負ける裁判だって平気で受けます、お金さえくれるんであればね。でも松本側からすればそんな二流三流の弁護士に任せてる時点で世間から言われるんですよ。もう結局ええ弁護士見つからんかったんかいとね。でもう仕方なく二流三流の弁護士にお願いしたんだなって話にもすぐなります。もちろん今一流の弁護士に声をかけていってるけど、どうも見つかっていないようです、私の情報ではね。ということで、そもそももう事件が起こって何日経つんですか、この記事が出て12月27日とか26日でしょう。ということはもう2週間経ってるんですよ。2週間経って弁護士すら見つかっていないっていうこの状況です。で、まあいずれにしてもですね、私言ってきたことほぼ当たってるでしょ。松本人志はもう芸能界引退する、実質上の引退です。でこれから吉本興業 VS、まあ、文春、いわゆる国民との争いになってくるんでしょうかね。だって松本人志さんがね、裁判して裁判勝ったとって何になるんですか。彼に勝ったとしてね、もちろん僕は勝てないと思いますが、今から2年とか1年とか少なくとも1年2年かけて裁判の結果を取ってですね、何になるんですか。あなたが、あなたの松本人志さんの審判判決をするのは、それは国民なんですよ。あなたはテレビという国民の共有の財産を使ってお金儲けをしてきた人、お仕事をしてきた人なんです。あなたのことをほとんどわからない裁判官が判断することではなくてね、あなた自身がやってきたことについて法律とは別の形で国民は判断するんです、審判するんです、ね、あなたのようにその裁判をやっていく中でね、こんな裁判してたら笑いを提供できない、いわゆる笑いが提供できないような状況にしたのはあなたそのものなんですよ。僕が最初に言ったように、別にいいじゃんって、一夫多妻制万歳 OK、 全然主張すりゃいいじゃん、嫁公認で浮気してます言えばいいじゃん。で、あ、そんな、あ、俺にエッチなことキスされたりとかね、エッチなことされて嫌な人がいたんだ、それはごめんな、あれやったらお金払うわ、まあこれから本当に松本人志のその隠し子とかも出てくる可能性めっちゃあると思いますね。っていうのは彼はまあいわゆる俺の子供産めやっていうことを言ってるわけですよね。俺の子供産めや、これの意味っていうのはどういうことかって、俺の子供産めやっていうことは当然否認してないってことですね。今回この文春の新しい記事で出てきている2人の女性は松本とエッチなことをしたというふうに証言しています。つまり松本の子供を身ごもってる可能性もあるっていうことですよね。俺の子供を産めやっていうのはそういう意味であってね。で、そういうことをちゃんと説明したらいいんです。僕別に松本人志というそのタレント芸人が完璧な人間である必要性はないんですよ。むしろ芸人なんだから。何かこう昔のね、アイドルみたいに、私、トイレも行きませんとか、彼氏なんかいませんとか、そういうんじゃないじゃないですか。松本人志がいろんな女とエッチなことをしてたりとかね、ちょっと性癖がいろいろとあったとしても、恥ずかしいでしょうけど、言えばいいんですよ。でも、それをもう全く事実無根だとかって言って、まあこれまでのねやり方、メディアをテレビを使ったり暴力団を使ったりというようなところでですね、もみ消してきたんでしょうけど、もう無理なんです。だから弁護士が見つからない、そういうことです。これまでは吉本興業側についてしまえばですね、弁護士も守ってもらえたんです。ところがこれ松本人志の代理人なんかやってしまったら、弁護士めっちゃ叩かれますからね。記者会見しろって、じゃあ記者会見して何言うんですかってなるでしょ。記者会見しなければしないで事務所にガンガン電話がかかってきますよ。とすると見つかったとしても、誰これみたいな弁護士になるのは決まってるんですね。
ということで、松本人志はワイドショーに出演できないということと、松本人志の弁護人見つかって、まあ、弁護士見つかっていないとお話しさせていただきました。以上です。元国会議員で、元 NHK 職員20年していました立花隆が NHK をぶっ壊す。初プロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないのお得にさ、多分ないんだ。女性の方もっと愛情的自信よ、お得にはもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をでっかー。